キャディーさんコース教えてもらえながら、私はバレーボールだよ。皆さんこんばんは、さやさごころです。今回は何について話しますかと言いますと、私太平洋クラブの会員権を購入しましたっていうのはもう知ってますよね。はい、会員券買ったのが1月末かな、末ぐらいなんですけれども、そこで太平洋クラブさんからもらったものっていうか会員の証ですね。はい、それを紹介していきたいと思います。まずこれ、じゃじゃん、太平洋クラブ会員券証書、平成29年2月3日株式会社太平洋クラブ会員券証書です。かっこいい、初の会員券です。さらに太平洋クラブさんからこんな素敵なプレゼントもいただきました。ネームプレートですね、キャディバッグにつける、見えますか、太平洋クラブ三枝心、会員の証です。これもキャディバッグにつけたいと思います。さらにさらに、ちょっとまあ急ぎでね、月齢に出たいということもありまして、ハンディキャップを取得しました。さやさ心ハンディキャップはなんと 19.9、 思ったよりも大変なところにいますね。言い訳としましては、冬ゴルフでそんなにスコアが良くなかったからです。なんとこのハンディキャップを手に、太平洋クラブで行われている月齢に挑戦したいと思います。でですね、太平洋クラブさんにはね、こういう毎月といいますか、あの毎月ではないんですけど、こういう開放誌とかね来ます。で、会員になったらこういう風に太平洋クラブのいろんなことを書いてあるガイドブック、さらにスケジュール、クラブで行われる試合とかですね、そういうのがたくさん書いてあるスケジュールが来ます。そこでなんと私は6月に行われる、ここです、じゃじゃん、太平洋クラブ月齢御殿場、私の場合はハンディキャップが 19.9 だったんで B クラスから出場します。御殿場 B に出場します。初めての月齢ですよ。会員券買って、まあなんか唯一の楽しみというんですかね、こういう試合に慣れていくためのメンタルトレーニングといいますか、このために会員券買ったんでね、月齢でメンタルを鍛えていきたいと思います。まあ、初めてということでね、どういう感じなのかもわかんないんですが、まあなるべくね、いいスコアで回れたらなぁなんて思ってます。天気もなんとか持ちそうなので頑張ります。なんとスペシャルゲストが応援に来てくれます。月齢には心強い、そのスペシャルゲストはまだいませんが、楽しみにしててください。以上、会員券を買いました。三枝心の意気込みでした。バイバーイ。はい、じゅんちゃん、はい、今日は御殿場ウエストの、はい、初めてかな、初めて、やってました、初めて、はい、今日のね、うん、趣旨はですね、はい、キャディーさんにコースを教えてもらいながら回ろう。キャディーさんに、そう、まあ結構さ、あんま聞かないでさ、バーンとか教えて、あ、OB だったとかあるじゃん、うん、あるね、だからそういうのをなくしていきたいなと思って、うん、そうね、コース戦略を考えてね、今日のキャディーさんを紹介したいと思います。はい、山口さんです。はい、お願いします。お願いします。初めて今日一人で出るので、たくさんご迷惑をおかけすると思いますが、よろしくお願いします。一人でコースをキャディーでするデビュー、はい、はい、デビューで YouTube 結構きついと思うね。一緒に頑張りたいと思います。みんな優しくコメントお願いします。よろしくお願いします。頑張ります。お客様にコースからのお願いが3点ございます。カートには対人センサーがついておりません。カート道路を歩行する際は十分にご注意ください。
安全確保のため、ショット開始のタイミングはキャディにお任せください。はい、キャディも一生懸命頑張りますので、進行にご協力お願いします。一日よろしくお願いします。よろしくお願いします。かわいいキャディさんでよかった。ね、右側がずっとグリーンアップまで OB となっております、はい、で左の一本木までが230ヤードあります、はいはい、その大きい木ですね。あ、あれ、はい、センター狙いで行っていただけたらいいと思います。はい、ナイスショー、ドローでしょ。ママですね、フェアウェイ右側ですね。あそこにちょうど150ヤード杭があるので、そこからですから100ちょっとかなと思いますけど、100ちょっとで行くって、はい、あそこは当たっちゃうかもしれないです。でもこれ左行きやすいライディング、完璧じゃん。とてもとても2週間してないとは思えませんよ。フェアウェイ真ん中行きました。お、ギャリーさんが喜んでる。重いよ。強い？いや、強くない、全然。ナイス！ナイスパー！ナイスパーです。今日は、はい、なんとダブルスでもないのに2人コーデにしてみました。イエーイ。これはね、デルソルゴルフっていう、うん、ね、まだね、オンラインでしかないウェアのメーカーです、うんうん、後ろはガーデン、うん、なんかいいよね、ゴムで、うん、ウエストがゴムだから、ね、ワクチン、ワクチン、でもさ、ちゃんとベルトループついてるからさ、ね、普通ついてないじゃん、うん、ついてない、結構機能性もしっかりしてます、うん、なんかいいよね、柔らかい素材が、そうね、柔らかい、うん、で面で汗吸収してくる。スカートもさ、下にインナーがくっついてるから、ちょっと嫌だなと思ったけど、これなったらいい、うん、便利。以上です。どうですか。はい、2番ホールは347ヤードのパー4です。ティーグラウンド左側から正面のバンカー手前までがワンペナで、バンカー横からグリーン奥までが OB となっております。正面バンカーまでは180ヤードです、うんうん、入られる方は右側狙っていただけたらいいかなと思います。右のあの緑の人の方向ですね。そうですね、はい、はい、キャディさん、ゴルフするんですか。私はやらないです。やりたいですか。これから始めようかなと思います。18歳でゴルフ始めたら相当上手くなりますよ、うん、そうですね。18歳でやばい。なんかやってたんですか、スポーツ。中学バスケやってました。あ、バスケ、バスケだって。なんで私とる。私はバレーボールだよっつって。リさん、太平洋は何ヤードが打ち込みになるんですか。50ヤード以内が打ち込みです。へー、だって純ちゃん知らなかった。知らなかったね、うん、打ち込みには気をつけよう。はい、クローズスタンスですね。これないっしょ。少し右ラフかなと思います。きつくてさ、
いぶ打ちました。だいぶ打ちましたね。あ、惜しい。ナイスボギー。スリーパッ。はい、327ヤードのパー4です。うん、OK。はい、はい、で。左の一本木までが210ヤードあります。左右 OB はありませんが、グリーンがグラスバンカーに囲まれております。で、ピンの位置が今日はプラス20奥ですので、グリーン奥 OB となってるので、うんうん、でお気をつけてください。グリーン奥はダメ。はい。で、縦に50ヤード長いグリーンですので、手前に落としちゃうとすごい長いパターンになりますので、お気をつけください。OB だけど、手前もダメ。スリーパットになっちゃうってことね。せめてね、的な、はい。難しいかなと思います。乳酸出てる？乳酸余ります。おー、よい！よいしょ！ナイスショー！いいね、いいね。真ん中ですね。こういう時はどうするんですか？早く打たない。土ですね。土だよ。絶対土つくから。左足によりに置いて。左足？うん。うん、ボールがあんま浮かないように。置いてもいいか。置いてもいいか。置いてもいいよ。スタンスが枝。マジ大丈夫？大丈夫。怪我しないようにね。はい、ヘッドアップ気をつけて。あー、一番ダメなパターン。セーフじゃん。むずいね。むずかった。当たりは良かった。あ、そう。ナイスオン。さすが。これ左引っ掛けないように気をつけて。はい。うん。お、いいじゃん。ナイス。バッチリじゃん、距離。そうなったけどね、なんかね。左は引っ掛けてないよ。うん。なんかちょっと。みたいな感じだったけど、まあ結果オーライ、はい、距離も落ちてね。お、うまいよ。うまい。ナイス。最後までご視聴いただきありがとうございました。他の動画が気になる方は左の動画をタップ、チャンネル登録は右の登録ボタンをタップしてください。コメントと高評価もよろしくお願いします。